はい、どうもこんにちは、ななゆです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材は東京理科大学の1996年度の入試問題です。範囲は数三の積分法ですね。積分方程式と呼ばれるものです。はい、それではやっていきたいと思います。連続関数 fx が等式、これを満たすとき fx を求めようというわけです。左辺はこれ x の関数ですね。定積分で x が変数になっています。一方右辺には定積分があります。これですね。これは定積分なので定数っておきますよね。まあこの形の処理の仕方はポイントとして、まとめておきましょう。 a から b までの ftdt という形、これは定数扱いで、k と置くってことが多いと思います。一方、a から x まで ftdt という形は x の関数になりますよね。これは large fx みたいな形で、その x の ft の原子関数になるわけですが、 f'x は元に戻って fx になるというわけです。で、x に a を代入したら0になる、 fa が0なんていう条件もよく使ったりしますよね。処理の仕方が、だから定積分と不定積分では違うということです。で、これ両方入ってますよね。とりあえずマイナス π から π までのこの定積分の値ですね、 ftdt、 これをk というふうに置きましょう。この式を 1番というふうに置いときます。で、そうするとこの0から x までの ftdt というのは x マイナス 3xcosx ですね。 3xcosx プラス π 分の x かける k という形になります。定数ですから、ここは kx と置いた方がいいですね。π 分の kx って置きましょう。そうすると k の一次式ということで、こことここは実はまとめられますよね。こことここはまとめちゃってもいいかなと思います。で、この両辺を x で微分します。そうするとここにその先ほどのね、公式を使うことになります。微分すると x の関数に戻るので fx ですね。そうすると 1- これは2分の1 sin の 2x っていう形にかけるので、微分すると cos の 2x になります。2が出てきて2分の1も消えて、で、π 分の k という形になりますね。はい、で、これを1に代入、これを 1a 代入します。そして、k イコールマイナス π から π までの ftdt を計算するわけですから、cos、1-π 分の k マイナス cos2t ですねの dt と。という形で、計算をすると、これ偶関数ですから、2倍に置き換えることができます。2倍の0から π までの、1-π 分の k、 これ定数ですからね、偶関数です。それから cos の 2t も偶関数です。マイナス cos の 2t、dt と。で、あとこれ積分計算すればいいだけです。引き続き計算すると2を括弧出して、括弧の1足す、ここプラスですね。1プラス π 分の k。の t ですね。で、マイナス2分の1 sin の、2t と。というふうになります。の0から π までですね。で、あとは0から π まで代入すればいいんですが、代入したものはね、これ、ここもここも両方とも0になりますよね。で、後ろ0になるわけです。で、前の方だけが残るわけですから、これ π 代入した t0 を代入したのも消えちゃいますんで、 π だけですね。
実質残るのはだから2倍の1プラス π 分の k かける π ということになります。でだから 2π プラス2ってことですね。42π プラス、あ、ここ k か、いろいろ間違えてんな。こうですね、2π プラス 2k ってなりますね。でこれが今 k に等しかったわけです。だからこれが k だったわけで、k について解くと k イコールマイナス 2π というのが出てきます。でそれを元の式に代入して fx 出来上がりですね。まあ、ここの式に、この式ですね、この式に代入して fx イコール 1-cos2x、プラス π 分の -2π ということで、π で割って -2 ですから、-2 ですね。だから、1-cos2x-2 っていうことになって、-cos2x、-1 ですね。これが答えになります。まあ理科大の問題にしてはちょっと優しすぎるかなという感じしますけれども、まあポイントはこれですね。定積分だったら k 解く、定数だから k 解くで、不定積分だったら、まあ、大体微分することが多いかなと思います。これ微分が積分学の基本定理ですね。積分して微分すると元に戻るっていうことですね。FA が0っていうのは使いませんでしたけど、よく使うこと事実なので、これも覚えておきましょう。で出てきたら元の式に代入するということですね。はい、というわけで、マイナスコサインの 2x-1、 またはまあこれ倍角の公式でマイナス2コサインの2乗でもいいかなと思います。マイナス2コサインの2乗 x でも答えになると思いますね。どちらでもいいかなと思います。はい、というわけで今日の授業は以上です。ご視聴ありがとうございました。